ジョセフ・フォン・スタンバーグはアメリカ合衆国の映画監督、脚本家、映画プロデューサーである。ドイツ語読みはヨーゼフ・フォン・シュテルンベルク。マレーネ・ディートリヒトのコンビで有名。オーストリア・ハンガリー帝国時代のウィーンにドイツ系ユダヤ人の子として生まれる。誕生名はヨーナス・シュテルンベルク。彼の父親は元陸軍の兵士でほとんど家庭を帰り見なかったという。 7歳の時、家族と共に、米国に移民、3年後ウィーンへ戻り、14歳で再び、ニューヨークへ帰る。ハイスクールを貧困のため中退、レースや、婦人帽子や、折物業者などを転々とする。本来は、作家志望だったがアルバイトの映写係をきっかけに、映画の世界へ転じる。ハリウッドで、フィルム補修技師、撮影助手、編集技師、助監督を務め、 若い俳優ジョージ・ケイ・アーサーに資金を調達してもらい、わずか3,500ドルで救い日を求める人々を制作した。この映画は、先輩エリヒ・ホンシュトロハイムの自然主義の流れを組むが、渋い内容に映画会社は全く取り合わない。チャールズ・チャップリン邸に強引に持ち込み見てもらい、当時チャップリンが創業者の一人であった、ユナイテッド・アーティストが配給し上映した。 チャップリンに目をつけたのは彼が貧乏人に理解があると睨んだためであった。次にパラマウント映画でハリウッドデビュー。意識してドイツ系の格式バッタ性の前置し、フォンを名乗り、ジョセフの綴りも意識してドイツ語にこだわる。ギャングの生活に哀愁を込めた米国映画最古のギャング映画と言われる暗黒街、社会の底辺に住んでいる人々の純情な恋模様を描いた。 ニューヨークのハトバは両作品とも工業的に成功した。モロッコのディート・リヒ。映画は音の出るトーキー時代を迎え、ドイツの大プロデューサー、エーリヒ・ポマーは、ドイツ映画界最初のトーキー映画として、嘆きの天使の監督に、ドイツ在住経験のあるスタンバーグに白羽の矢を立てた。世間知らずの真面目な高校教師が、キャバレーのダンサーのローラローラの色化の虜になり、 日産するが、学校を追われ、旅工業の同契約者となり、最後は捨てられた死体が、高校の教室に転がる。スタンバーグを代表する傑作で、まさに大敗的な美貌と、客船美の新人の女優ディートリヒと手を携えて、ハリウッドに戻った。この時期、エルン・ストルビッチ、ビリー・ワイルダー、フリッツ・ラングラドイツからハリウッドに移った監督は、数多いが、ほぼ、アメリカ育ちで、 いわばドイツに逆上陸した彼の例は非常に珍しい。パラマウントはメトロゴールドウィンベイヤーのグレタ・ガルボーに対抗すべく切り札としてディートリヒを売り出した。片道ギップで砂漠に流れた酒場女を描いたモロッコはスタンバーグとのコンビの名声を確実にした。その後戦争未亡人がスパイとして銃殺される艦長 X27 動乱の中国に部隊を置いた。 上海特急、家庭と愛人との板挟み、ブロンドビナス、女王の一大域、恋のページェント。それぞれの作品では、舞台も役柄も異なるが、スタンバーグが、独特の映像美の中に、ディートリヒをいかに引き立たせることに専念していたことは、誰の目にも明らかであった。このような監督と女優との結びつきは、映画史上例を見なかった。スペイン競争曲を最後に、 スキャンダル化した愛も破れ、このコンビは解消したのであった。モロッコと上海特急でアカデミー監督賞にノミネートされている。1930年代後半以降、会社との意見の相違も多く、作品は思うに任せなかった。気力と成魂を使い果たした彼は名声を失い、急速に衰えてしまったのである。これはまさにハリウッドの神話の一つである。 1952年に公開されたマカオがハリウッドで撮った最後の映画となり、日本で撮影して1953年に公開された日本映画、あなた藩が最後の映画となった。1949年から1950年にかけて一部を撮影したジェットパイロットは1957年に公開されている。1959年から1963年に、 かけて、カリフォルニア大学ロサンゼルス校の映画化で教弁を取った。1969年12月22日、心臓病のためハリウッドの病院で死去。75歳。ありがとうございます。